はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス続きやっていきます。目的だった、汚染分布に関する地図は手に入れたんだけど、こっから怒涛の寄り道タイムといきます。未確認地点がこの砂漠にもいろいろあるんで、で、アンナさんは先に帰ったみたいだから、まあそれはいいとして、そう、アンナがいたあの建物の近くに、なんか地下があるみたいで、そこに、ちょっとね、マップ上にアイコンが発生したから、潜ってみようかな。動画外で、ちょっとフィルターとかいろいろ不足してたんで、物資を周辺でかき集めて、ある程度、弾とかも生産したんで、まあいけるでしょう。ジップライン。さて、確かその辺だったよな。アルチョム割とスペランカー体質を持ってるのか、高めのところから飛び降りたら結構足首をくじきやすい人らしいから、段差があるとパッと飛び降りたくなっちゃうんだけど、控えてこう。いや、あいつ動くやつなんだよな。あ、死体がある。とりあえず投げナイフ刺しとくか。まだいる？この雰囲気はきっと、まあクモかミュータント、もしくは両方なんだろうな。で、そう、ちょっとあの建物ではショットガンに変更できなかったから、この際ステルスじゃないならショットガン持ってこう。これは分解しとこう。間違った、これショットガンじゃねえ。ほんじゃあ行ってみるか。生体検知してるんだよね、すでに。おお、ほいほいほい。ああ、と思ったらなんだこれ。地下深くに洞窟かなんかがあると思ったら、ただの穴だった。こんだけか。ミュータントいるっぽいから、こっからは離れよう。おお、あそこにいるもん。おおっとっと。じゃあどうしようかな。空港みたいなところと、あれはなんて言ってたっけな。座礁した大型船かな。あそこ行ってみるか。っていうか、この砂地を車ですっ飛ばしてもいいのかな。ミュータントに襲われたら面倒だし、ちょっとすっ飛ばしてみる。お車、後ろに下がりたいんだけど、このまんま後ろに下がって、あ、なんか引いた。後ろにちょっと分岐のルートがあったから、そこまでバックしたいんだけど、方向転換できねえかなこれ。よいしょっと。あ、またバロン様。あ、ちょ何者かが廃墟にある俺たちの拠点を一掃した。私です。列車の連中の仕業だ。尊敬は奴らに聞いた。奴らは全て否定した。だがな、奴らが拠点にあった車に乗っているのを仲間の目撃してる。奴らは危険だ。絶対に油断するなよ。なおれ、バロン様のお話は以上だ。バリバリ警戒されてんね、バロン様。それは引いちゃって、わあ。敵がいそうだな。この辺で降りとくか。まあ、こちらにはね、生体検知器があるから、
注意深く見ていこう。ちょっと装備の確認をしておこう。オッケー。ん、夜にした方が良かったかな。まあ屋内なら関係ないか。正面入り口、うん、開きそうな感じはしないな。お、こっから入れる。よっ、生体検知？喋り声はしないな。した。おっとっと。暗いな。どっちに来る？もしないならどっかから持ってこい。そっちに行くか。分かった、俺のせいだ。くそ。暗いな。ちょ、手前のやつは倒せそう。あなたもテイクダウンで、はしごがここにあった。上の方を目指してみよう。ん？これは。あ、外か。ここにジップライン。で、敵の反応。二人。ここは開けれないのかな？開けれないな。あれ？ちょっと開いたけど、めっちゃ敵の喋り声するんだよね。ちょっと戻ろうかな。入りたいけど。ナイトビジョンはこういう使い方でいいんだろうか。ハルチムめっちゃくちゃ光ってんな。これ消して、ちょっと眩しい。おっとっと、二人敵の反応があるんだけど、三人。わわわ、4人、結構いるな。ブレーカーあり。相変わらずひどい奴隷の扱いだな。で、あの敵をね、倒したいんだけど、ライトがね。で、そこにブレーカーか。一回セーブをして、あいつはナイフで倒して大丈夫かな？いや、ブレーカー落とそう。全部で5トンの水はもらえないだろうな。それじゃあ、嵐にセドイが戻ってくるのか？俺らは終わりだ。めっちゃくちゃいるな。
人だ。おお、ビクビクしてる。これブレーカー上げに上来るか。めっちゃくちゃ反応あるな。ブレーカー上げに戻ってくるわけでもないのか。ういっす。貫通して奥の壁に当たって音を発しちゃったけど、あー、奴隷がいるのかな。パレードにでも行くつもりか。パレード。おい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 。半分が死んで、役立つ品をどこで手に入れるか教えてくれよ。俺たちへの水とディーゼルの供給量を半分に。あいつ早く横にそれてくれ。それに関しては共有しても構わないぜ。施設か、本当にいいんだよな。お前がここで必死で頑張ってる間に部族どもに蹴りを食らわせてやるさ。闇雲に奥の方へ進んでるが、どうなんだろう、いいのかな。あら、奴隷っぽいな。これは強力な武器。ちょっと いざって時に使うか。これこれ上にもいると思うんだよな、敵。奴隷を解放するなら全員殲滅した方がいい感はある。こいつさっき撃ったやつだ。いないのかな、ここは。このもう一つ反応があるのは、奴隷たちの反応ってことでいいのかな。一応生体検知器だし。待って、あそこにいるのは、どちゃぐそ硬い敵じゃない？以前苦戦した。なんか気になるレバーがそこにあるんだよね。ちょ、待てよ。あ、日記がある。あ、ショットガンか、これは。ショットガンモジュールっぽいのがついたリボルバー。原型はリボルバーだったやつかな。ちょっと先に奴隷に触れてみよう。奴隷生きてはいるんだな、奴隷。わかった、生きてはいるなら生きているならまあいいでしょう。多分あれ倒しちゃったら
またエンディングに響いたりしちゃうんでしょ。これ以上先には進めないな。じゃあ何かいいものがあるかと思って来たんだけど、まあ収穫は武器ぐらいか。殲滅しちゃおうかな、じゃあ。あ、これブレーカーだ。ちょっとレバーがね、気になるんだけど、先にできるだけ敵を減らしちゃおうかな。どうしよう。これ真下行けないのかな。はしご？3人いる。嘘やろ。失礼しました。あれ、横に入り口があった。横から行こう。ガンガン明かりついてたけど、なんでバレなかった。え、でも3人をステルスで仕留めるって至難の技よ。一人寝てるし。どうする？カンカン。おい。おい。花粉症の時期だからね。あいつ、あいつ起きるかもしんないけど、ちょっと試してみよう。あ、起きない。そりゃ死んでたら起きるわけないよな。よし。うぃー。トイレ。このまんまゆっくり敵を減らしていこうか。あと2人なわけないよな。まだ奥にいたもんな。あ、なんかあった。うわあ、もうここね、あそこに固めの敵がいる時点で、どっちかをステルスでやるってのが無理だから、好奇心のあまりこのレバーを引いてしまう。あ、なんだ？捕まってた奴隷が解放されたのかな。でも待って、敵がいる中で解放なんてしたら、てか私の存在にはバレたっぽいな。やっちゃうか、ドンと。上にいるのはアルチョムです。バレたね。うん、ちょっとここにジップラインがあるから、せっかくガトリングも持ってることだし、引っ掛けてこうだ。あんま当てれなかった。こんにちは。
ロード。あ、上にいる。よし、あと何人だ。あ、降伏した。え、賢明ですね。それでいい、気絶はしてもらう。あとは一人、どこで降伏した。こっち側かな。登れない。てか暗いからライトオン。あれ、降伏した敵はもう一人いたよな。気のせいだったかな。まあいいでしょう。とりあえずは制圧 OK で、奴隷を解放したという体でいいんだよねきっと。あ、明るい。武器が変わっちゃったけど、小型船の制圧は OK。 これはあれ、これはこっから使える。よし、なんかあったのかな、ここ他に。あ、本当に奴隷を収容してたって感じか。お？バロン様からお話がある。みんな来て、バロン様がお話になる。さて、泉の谷について言っておきたいことがある。あの谷で仲間が部族に襲われた。イヴァン、俺の言ってることがわかるか？放っておけば奴隷が勝手に繁殖していくのは悪いことじゃない。だが行かれちまったら使い物にもならない。その結果どうだ、部族どもは火の神を攻撃してやがる。というわけで駆除が必要だ。なおれ、バロン様のお話は以上だ。泉というか、もうね、周波数関係なくそこら中の無線にこんなこと喋っちゃうね、全部アルチョムの耳に入るんで、もちろん探索に行くんだけど、ちょっと遠いな。ちょっと遠いけど、じゃあ次回あそこの近くに行って、泉？結構マップの僻地みたいだけど探索してみよう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。